おはようございます。こんにちは、こんばんは。リオスです。今の状況と今の現状について話していきます。どっちも同じやんけ。まず、正直言って、見ての通り、ガンガンに太って、食の沼、食の虜になってしまって、抜け出せない状態です。で、自分自身、もう何度も、頑張って抜け出そうとしたけど、なかなか抜けれん。で、いつの間にか、もう外に出れなくなってきました。どういうことかっていうと、服が入らない。本当に。で、上もパツパツなんだけど、もう下は、ズボンは、ジャージ以外入らないっていう状態になりました。で、最初はベルトの穴も5本くらいだった。けど、いつの間にかもベルトも1本。まあ、あと1個穴が、行ったら終わりみたいな感じになった。だからもう体感で分かるぐらいめちゃくちゃ太りました。そしてもう座ったらもうお腹はち切れそうです、で体重計も怖くて乗れない。もうマジで太ってて分かりすぎてもう乗れない、そういう状況に今陥ってます。自分自身なかなか痩せようって思うけど、それでもやっぱりその瞬間を痩せようと思ってるんだけど、なかなかダイエットできなくて、でまた食べてしまうを繰り返して、もう本当に毎日毎日体重増加で太っていくっていう傾向にあります。前回僕が大会出れませんという動画を上げました。で、その動画のコメントを正直言って見れてないっす。見れてないんだけど、自分のあのいとこが代わりに見てくれて、こういうコメントあるよっていうふうに話してくれました、で、自分自身はやっぱり今ちょっとメンタル的にしんどくて、なかなかコメントも全部ちょっと厳しいコメントだろうなって勝手に思ってた、正直言うと。だから見るとちょっとしんどいから見てなかったんだけど、いとこと話していとこが見る限りは結構いいコメントいっぱいあるよと。例えばちょっと今休んで旅行でも行ってリラックスしてみたらとか、リーボスのことを真剣に応援してるからこそいろんな言葉を言ってる人がいるねとか、であとね、やっぱりダイエットとかもう大変だし、いろんなことがあるから無理せず自分自身との楽しんでやれるように頑張ってくださいとか、中にはいろんなコメントがあると思う。やっぱり大会出るって言ったのに優勝するってのはできなかったことに対して、本当に期待したいなって、だから要はみんな多分自分に本当に応援してて期待してくれていた。でそれを僕がなかなかうまくいかなかったっていうことで、やっぱり仲間としてショックを受けてんだなって思ってます、で、やっぱり本当難しいなって思う、俺もまさかこういう状態に落ちると思わなかった。はっきり言って自分の人生ダイエットして筋肉つけて、でまたダイエットしてを繰り返して、いつの間にか最強、自分自身が最強というか、なんていうのかな、納得する体、自分の中での最強を作れると思ってたから、かっきり言って順当にいけると思ってた。けどそれがまさかこうやってちょっと過食という形でなかなか痩せれなくなったりとか、もう逆に痩せるべきなのに逆に太ってしまうとかっていう状況に僕自身もなると思わなかったし、こんなになかなかうまくいかないと思わなかった。でいつからこうなったんだろうなとか、なんで俺こうなったんだろうとか、いろいろもう考えた。でなかなか考えてもやっぱり前に進まないし、けどやっぱ自分自身、考えれば行き着く先がやっぱり結局痩せないといけないなっていうところにやっぱ行き着く、人生的に。じゃないとやっぱりこのまま終われないし、自分自身140キロから始めて痩せて筋肉つけてっていう中で、やっぱりちゃんと女子部をしていかないといけないところは絶対に来るっていうのは
もう毎回自分の考えで行き着きます、うん、でやっぱりこのダイエットや筋トレを完全にやめてもう違う道に行こうという考えはなかなか出ない。やっぱ、まあ、何を考えても最終的にそういう自分自身やっぱダイエットしないといけないなとか、筋トレやめたらダメだなとか、こうやって自分が始めたことをできるだけ終わらせるように頑張らないといけないなって思います、うん、けどダイエットはできないっす、なかなか、うん、簡単にいかない。もう自分もどうしたらいいかわからないで今悩んでる。でズボンも入らない、だから外にも出れない、服も入らない、パツパツ、このままいったら本当に140キロになるっていう気がする。びっくりです。僕もこんなに一気に太ると思わなかったんで。でまず僕の一歩として体重計を測りたい、体重をまず知りたい自分の。けど怖い、自分の体重を知るの怖いです。体重は一気にガンガン増えていく、本当にもうびっくりするぐらい。だからこそもう乗るの怖いし乗れないんだけど、乗らんといけないんだよね多分。でこのままずっと太ってったら本当にやばい、本当にやばいところに足突っ込んできた。まさか太りすぎて服が入らなくて外に出れない状況になるって俺は思わなかった。皆さんありますか、太りすぎて外出れないって、ズボン入らない、洋服入らないってありますか。僕は急激にダイエットしてなかったら急激にガンガン太っていくんで、まさかのそういう状況になりました。けど分からない、どうしたらいいか。とりあえず体重計の方を測っていきたいと思います。本当に測りたくないけど、やっぱり自分のその体重は見ないといけない。なので測ります。怖いな。よっしゃ行くぞ。大丈夫大丈夫大丈夫。前回が90キロだった。90キロだっけ、95だっけ、わかんないけども、頼むよ頼むよ頼むよ、お願いお願い、あんま行くなよ、あんま行くなよ、あんま行くなよ。20キロで止まれ、30キロで止まれ、40キロ止まれ、50キロ止まれ、60キロ止まれ、 98.8、 あともうちょっとで100、やばいな。